どうも、寺山です。シュ、寝てる人の手をぬるま湯に突っ込むとお漏らしを漏らすって言ってたので、やっていこうかなと思います。こっちにもカイト寝てるんで、普通に起きちゃうかもしれないんで、普通に起きた場合は面白くないなということで、あいつの大嫌いな血を混ぜていきたいなと。うわー、蓋が入っちゃった。よいしょ。どうした？目と目が、目と目が。はい、これ気持ち悪い。お願いがあるんだけど。これに手を突っ込んで寝てほしい。じゃあ、おやすみ。え、あれから全然寝なかった？全然寝てない。しかもワクワクしてた。俺返せよ。眠気返して。おはようございます。左肩の定期検査終わって9時53分、リベンジということで。うん、偉い子だね。26だから、うん、責任を取らせていただきます。うわっ、僕が全身でお漏らししました。チャッチャッチャッ、チャンネル登録よろしく。ごめん、俺の布団使っていいから。目と目が合う瞬間好きだ。チャンネル登録よろしく。